華やかなパリの地中深くにある世界最大の地下墓地。だがそこは人間が絶対に踏み入ってはいけない禁断の領域。冥界の入り口だった。70年代、軍が極秘で行っていた実験。そこには驚愕の計画が隠されていた。計画。ある日届いた送り主不明のプレゼント。Okay, this was a red box sitting on our doorstep, and it had a card. It said congratulations, and I do believe it was from one of the contests that you entered.中にはビデオカメラと恐ろしいメッセージが入っていた。 What is this? Shit! Jesus! Okay. 撮り続けろ。やめたら殺す。病気のおばあちゃんと二人で留守番をすることになった少年。そこで待ち受けていたのは衝撃の真実だった。なんとおばあちゃんは悪魔だった。若い男女が集まりテーブルを囲んでやっているのは死者を呼び起こすというボードゲーム。そこで彼女らが見たものとは。Run? 女教師と生徒の禁断の情事。It was a mistake. I didn't know he was a student. 一度だけの過ちは秘めた異常な男の本性を目覚めさせてしまう。If he gets out, I'm gonna lose everything. I will never let you go. Stay away from me. I can't do that, Claire. I live next door. 恐怖の殺人ストーカー。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。スマホ、タブレットでご覧の方は、
動画説明文にあるチャンネル登録のリンクをタップして登録してください。 PC、パソコンでご覧の方は画面の赤いボタンをクリックして登録してください。商品についての記事を読む方は青いボタンをクリックしてください。またのご視聴お待ちしております。